なんでしょうね、くすぐったいですよね。いや、本当ね、僕ちっちゃい頃、すごい、死にかけてるんですよ。3回ぐらい死にかけて。まあ、生きてるんで、まあ、意味があるんだろうなと思ってずっと生きてるんですけど、まあ、こうやって、生きながられて40年、こうやってね、みちさんと出会えて、で、こうやってみんなに祝ってもらえてる時点で、あ、俺は生かされたんだなって、みんなの前にこうやって来るために生かされたんだなって、今、改めて親への感謝をね、感じましたね。真面目です。ありがとうございます。ありがとうございます。